よし。で、ちょっとスキルツリーを見てみてたんですけども、このなんか、まあ、一番奥にあるハイパースマッシュの欄を見てみると、なんかあれみたいですね、そのスマッシュが非常に溜まるのが早くて、でかつなんか攻撃力アップもついてますみたいな感じなんですね。なんでケルディオが非常になんか強いということだけは分かったんですけど、で次やっていきますが、こいつを先に倒してしまうか。まあまあまあ、で炎の床設置はやばいな、これはやばいぞ。で相手スピードアップもついてるか。じゃあ水でなんか良さそうなジャンプ強化で、炎の床向こうボルケニオンを使っていきましょうか。シレットね。シレット多分スピリッツボードかなんかで取ったかな。なんかとりあえずこれがないとほぼほぼ炎の床はもう身動き取れないかなっていうところがあるんで、まあ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 こいつを使っていきましょう。まあどの辺まで炎の床が設置されているかっていうところなんですけど、まあ下だけかっていう感じなんですけど、まあそこはまあね、ここはもう気にせずに立てるみたいなんで、でおこれって貫通するんですっけ。なんか今貫通しましたよね、そこの床。でジャンプが伸びすぎていてふわふわしすぎているが、ちょっとやりにくいかもしれない。ぶっちゃけ飛ばされるときはあのなんか上方面とか横方面に飛ばされることが多いのかなっていうところがあるんで、まあ、ちょっとあのふわふわに惑わされそうなところがあるんですけど、そこはでブーメランを跳ね返したが、あーであれなんですね、その下を押し続けてると貫通するんですね。なるほど。なんでまあ相手がどこにいるかに合わせてなんかそこは使い分けたりとか、あとはまあ一撃離脱を図っていくとか、そういうまあ使い分けをしましょうねと、そういう仕様になってるんですね、ヨッシーさん。なんか64の時とかはこんなんなかったような気がするんで。あの比較対象がいつの時代やねみたいなところがあるんですけど、まあ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 ね。あの前世紀僕ちょっと64やったかなっていうところがあるんで、でまあとりあえずクリアして、でまあ炎の床耐性がないとちょっと苦しかったかなっていうところですかね。まあまあまあ引き続きやっていきましょう。とりあえずまあ、あそこのびっくりマークを押すまではまあほぼほぼ一直線でいけばいいのかなっていう感じがするんで、ちょっと優先的にこっち行きましょうか。でシャドウマン月光が、うわーブーメラン使いそう、水手裏剣。通常必殺技をよく使うですよね。でそれがパワーアップしていると、なるほどね。で体力性なんですよね、体力性なんですよね。オッケーオッケーオッケー。じゃあまあ、体力強化使っていきましょうか。まあ、たまに切り札もう一回とかね、ちょっといつ出番があるかわからないですけど。あのうわこれはやばい、これはやばい、これはやばい、ちょっと待った、3対1でそれはちょっとやばい気がする。完全にやべえ動きしてる。ちょっと待って、できるだけ距離を空けられたくないというか高さを合わせたくないところがあるんですが、ただあれですね、水手裏剣はあの連発する系の牽制っていうよりかはまあ溜めてから放つみたいなところがあるんで、まあ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 なんとかで、キルソード持ち込みのサポーターか、オッケー。なんか飛び道具じゃないんですね。まあまあ手裏剣とかはなかったか。まあなんでまあとりあえず順当に、結構パワーは相手の方が高かったような気はしたんですけど、なんか無事に行けましたね。よし。でこっちですよね、左。オッケーここオッケー。よし。でこのまま奥に進んで、ツインベロス強そう、すげえ強そうなデザイン。パルテナのキャラクターなんか敵なのかな、おそらく相手が加齢状態になる、でかつ巨大化していると。あーなるほどね。でステージの情報とかは特にないか、なさそうかな。なんか終点っぽいのかなあれは。でジャンプ攻撃結構使いづらくねみたいな感じはあるんですけど、まあ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 フランクリンバッジ装備でいきますか。まあ加齢状態はねモリモリ跳ね返せるとやっぱでかいと思うんで、まあ接近戦やってなんぼみたいなところがあるんで、ヨッシーはでかいなやっぱり。ただフランクリンバッジでいいように利用していくぞ、それは残念だったな。ただまあ普通の攻撃もどんどん仕掛けてくるとは思うんで、まあ、そこはちょっとでまあ、相手その加齢状態がなくなったんで、まあ
ちょっと待った、時間でカレー状態になるのか。くっそ、フランクリンバッジを失って今どう戦っていけばいいのか苦しいぞ。そこにトゲを置かれた。ただフランクリンがなくなった。で、あれ何それ、そういう技なのわかんねえや、とりあえずやっつけたぞ。いつの間にかアシスト取ってたんかな。まあまあまあ、カレー状態のまああれですよね、サポーターを獲得と。よし、オッケーオッケーオッケー。でまあ次ぐらいかな、びっくりマーク押せるの。よし、で、あ、びっくり押せますね早速。よし、これでどうなる。そこと多分全部ですよねおそらく。あ、こっちにもびっくりあんのか。じゃあ押しに帰らないといけないが、これどんなルートで帰れるんでしょう。こっちルートもつながってんのか。じゃあまあまあまあ、せっかくやから倒して帰りましょうか。あ、レジェンドはやべえってレジェンドはやべえよ。ちょっと待った、これは勝たせてくれるかな。炎攻撃、爆発が効きにくい、でかつカレーなんですよね。カレーのリザードもやばいな。じゃあ大小攻撃強化の、やっぱフランクリンバッジですかね。レジェンドにはレジェンドでなんとか鳳凰を獲得していきたいが、あもうあっちあっち言うてる。でフランクリンで返していくんで、そこは全然美味しい、美味しいぞ、カレー美味しいぞカレーは美味しいもので、モリモリと削っていって、でもう相手70、80入ったんで、もうちょいなのかな。でバッチが効いてる間になんとかしたいが、あれはステージのギミックっていうことでいいのかな、わかんねえや、それはわかんないが。でバッチの効果切れちゃった、もしかして。ただ下から叩けば問題なし、 OK。 なんとかレジェンド獲得。わー、サポーターなんや。空中ジャンプ追加、わー、なるほどね。コスト2かかるけどジャンプ1回多くなる。いや、これ強いっすね。ラッキーラッキーラッキー、こんなところに鳳凰がいたのか。めっちゃおやつゲットしたし、スキルのかけらとかご褒美おいしいですね。よし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 、これはでかいぞ。これは